Bonjour et bienvenue dans Tokotoko, une émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, on va à la Kanda avec les gérants de la marque Jetlink qui fabrique des t-shirts, mais aussi des répliques des vêtements que l'on peut voir dans les films des années 70 et 80. Hi, konnichiwa. 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 お洋服ブランドのジェットリンクの渡辺と申します。妹の舞子です。今日は神田の街のおすすめスポットというか好きな場所を2つ紹介したいと思います。1つ目は月に1回開催されている東京こけし友の会の例会っていうところと、あとは SF バーのフラックスさんです。では行ってみましょうか。はい、行きましょうか。はい、昔はやっぱり原宿とか青山とか行く機会が多かったんですけど、今はもう下町の方が面白くなって、この神田もそうなんですけれども、スカイツリーのあたりとか、あと浅草とか結構面白い店が多いんだよね。美味しい食べ物屋さんとかも多いですし、そうですね、このたい焼き屋さんもすごい美味しいたい焼き屋さんです。いつも歩きながら食べてます。こんにちは。あとで買います。あとね、このタリー屋さん、ここもすごい美味しいんですよ。カレー屋さん、夕方食べてもランチの料金でナンが食べ放題で、インドカレー好きなんでここよく利用させてもらってます。ジェットジェットリンクは、千葉県市川市にある洋服屋で、僕渡辺と妹の舞子2人で、やってます。お店の形は、ショールームっていう感じで完全予約制なんですけれども、あとはインターネットの通販とかで作って販売してます。70年代とか80年代スタンリー・キューブリック、ジョーン・カーペンターなどの映画のをモチーフにしたアイテム、マニアックなアイテムが揃ってますんで、もし日本に来られる機会があったらぜひ遊びに来てください。ここが入り口で、まず受付がありまして、お金を払って番号札とお土産こけしを受け取ります。毎月違う柄ですごくそれが楽しみ でお土産こけしはこれを選びました。こけしは、ろくろを使って引いた生地に伝統的な柄を描いたものを一般的に伝統こけしと呼ばれています。この中から番号を引いた人が順番で好きなこけしを選べます。こけしっていうのはもともと江戸の末期から明治の初めぐらいに発生したと言われています。東北の温泉街でお椀とかお盆を引いてた木地師の人たちが余った木で子供たちのために作ってあげたのが最初の始まりだと言われてます。だんだん湯治客、温泉のお客さんたちがそれを売ってくれよって子供のお土産に買っていくようになって発展していったと言われてます。昭和の初めぐらいになってプラスチックとか鉄のおもちゃが入ってくるようになると、だんだん子どものおもちゃとしてのこけしは廃れていきます。でも廃れると同時に、大人のコレクターの人たちが、子ども用のこのこけしの中から美を発見して、第一次こけしブームっていうのが来て、物質的にこけしは生き残ることができました。こけしのどこがいいかってフランスの皆さんに伝えるのはなかなか難しいと思うんですけれども、僕は素朴な感じの顔が好きですね。なんですかね、美しさを意識せずに作った美しさっていうか、柳宗理とかがよく言ってたアンコンシャスビューティーっていうのをこけしに感じます。こけしブームの時に大人用に、大人の鑑賞に耐えるすごい綺麗なデザインで描かれたものですね。こちらは入札こけしって言ってオークションになってて、ちょっと珍しい感じのこけしで、
僕が好きな松三郎さんっていう人のこけしで、今日これに入札しようと思います。若い子はこういうこけしから入っていくんですね。それでこけしの会に入会して、今度は古いこけしを集めたりします。ちっちゃいの結構マニアなのが好きなんで。これはジェットリンクで、映画の洋服以外に民芸品もちょっと取り扱ってるんですけれども、ちょっと若者が好きそうなこけしを工人さんに頼んでデザインしてもらったものです。これはイッタラのコップになっていて、帽子も取れますし、あと子供みたいなのがいっぱい入っていて、ソフトクリームなんかも入ってます。であとはこれは北欧とかのミッドセンチュリーな家具にも合うように、シンプルにただ黒だけで仕上げたものです。いつもより長めに作ってもらいました。会長の橋本です。私で60年経つんですけども、8代目になります。これからますます若いこけしを集める方が増えていかれると思います。ですからぜひフランスの方で日本に来られましたら、私ども東京こけし友の会お電話なりメールいただければ、ぜひこのご案内いたしますので、この会場に来てこけしをいろいろ知って、ぜひ帰って、またフランスに戻って皆さんにですね、お友達に広めていただければというふうに思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。神田の夜にあったら面白いバーがあるので、そこを紹介させていただきたいと思います。まずこのバーの入り口なんですけど、もうバックトゥーザフューチャー の次元移転装置がありますね。それでもう入り口のところからすごくワクワクして、私もこれを着てバックトゥーザフューチャー2 のホバーボード T シャツを着て入っていきたいと思います。お店に入ってもらうと見てわかるように、古い神田の街とは思えない、このような異空間が広がってます。神田フラックスの店長の大輔さんを紹介したいと思います。今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お店のコンセプトはですね、SF 映画のテーマをモチーフにしておりまして、バーの店内は、宇宙船の中をこうイメージしていますね。まさに、異空間と言っても、過言ではない、まさにそのイメージで作っておりますので、はい。神田フラックス店長代理の駒澤です。よろしくお願いします。今週は日本でもアイアンマン3が公開されますので、今アイアンマンを多めに置いてます。スターウォーズであるとか、あと珍しいのはブレードランナーで出てきたデッカードが飲んでいたボトルとグラスのレプリカが置いてあります。ここに来てお客さんが作ったデロリアンですね、バックトゥザフューチャー。本当はこれおもちゃでこんな光らないんですけども、お好きな方が全部 LED を入れて光るようにしたものですね。結構綺麗に光ってます。これはアーカムシティのバットマンです。そして下にはアイアンマンのマーク5、変身をする時のアタッシュケースが置いてあります。これは日本ではあまり見かけない珍しいものだと思います。140インチのスクリーンで映画のトレーラーを流しております。貸し切りで映画を見たりすることも、結構多いです。神田フラックスのトイレです。入ります。春休戦があります。春休戦は喋ってます。はい。秋葉原からもすぐ隣ですし、映画好きな人だったらもう本当にびっくりするぐらい楽しいところなので、ぜひフランスの皆さん遊びに来てください。
フランス人の方に、教えたい日本の言葉、僕は旅です。日本では旅というのは旅行っていう意味だけじゃなくて、出会いや、人生とかそういうのも旅に例えられます。神田を歩いてて、いいお店に出会うのもまた旅でありますし、いいデザインを思いついていい映画に出会えるのもまたそれも旅でありますし、人生の途中は旅の途中でありますし、実際に旅に出ていい人と出会うのもまたそれも旅でありますし、いい旅を完成させるのがアーティストだったら、人はみんなアーティストなんじゃないかなと思います。旅っていう言葉でした。僕が好きな言葉です。今日はお疲れ様です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。フランスの皆さんもジェットリンクというお洋服屋さんやってますんで、ぜひもし気になったらサイトチェックしてみてください。こういう服が売ってます。じゃあ私たちはもうちょっともう疲れたんで、もうちょっとタイムトラベルを楽しんでいきますんで、じゃあバイバイ。